はい、本日はですねこちらの、ハイロフトセーターを紹介していきたいなというふうに思います。でですねこちらがですね以前買い物動画出したと思うんですけど、そちらの買い物動画の大阪のセレクトショップみたいなのがあるんですけど、そちらで購入したアイテムっていうことになってて、でこれがですね、ブランドがマウンテンイクイプメントっていうんですね。マウンテンイクイプメント、聞いたことないな、俺ノースウェイス見てくるわみたいな感じじゃないですか。そんなん知らんな、俺パタゴニアの方がええわっていう感じだと思うんですけど、まあ、今回はですねこれマウンテンイクイプメント僕も知らんかって、何と思って結構調べたんですよね。ほんならパッて一発目出てきたのがイギリスのブランドでって出てきたんですよ。でイギリス、ほんならこれええやんっていうことで、僕個人的な話なんですけどイギリスがめちゃくちゃ好きなんですよね。で、まあ、アメリカとかよりもイギリスの方が好きやって、まあ、今までこんな話したことないんですけど、まあ、イギリスが好きなんですけど、まあ、なんでっていうとやっぱかっこいい人が多いんですよね。例えばベッカムで、オーランドブルーム、まあ、他はって言われたら出てこないんですけど、まあ、それぐらいなんかかっこいい人といえばイギリスの人やなみたいな感じのイメージがあったりするので、まあ、洋服とかも結構バーブアーとかもそうなんですけど、イギリス系の洋服って個人的には好きなんですけど、まあ、そういうのがあったりするので、イギリスほんならもう間違いないやん、もうオーランドブルームベッカムモルクニが作ってるんやったら、まあ、もうこれはもうイクイプメントはもう買うべきでしょうっていうことで、まあ、ポチッと購入したんですけど、まあ、そちらの紹介をしていこうとは思うんですけども、まあ、よくですねこうメンズの洋服って冬場になってくるとやっぱり中着るって言ったらセーター、ニットのセーター着たりとか、あとまあロンティーでコットンのロンティー着たりとかすることってあると思うんですけど、じゃあそれ以外の幅は何が他に何あるって言われたら、他はないかなみたいな感じで、でまあ、あとはまあスウェットとかぐらいかなみたいな感じになってくると思うんですけど、まあ、そういうののちょっとこう一味変えるというかアクセントにするみたいな感じの時にこういったフリース素材のクルーネックですねっていうのは結構使えたりするんかなというふうに思ってるので、まあ、今ちょっとこうニットとかウールとかも飽きたからなんかいいのあるかなとかって思ってある方なんかにはちょっと一着あるといいんかなというところで、まあ、今回紹介していく流れになってるんですけど、まあ、本日の流れとしてはですね一応まあいつも通り特徴、このフリースの特徴っていうのを話して、その次にデメリットを話して、でその次におすすめのサイズ感っていう流れではいくんですけども、これに関しては結構デメリットめちゃくちゃ考えて最初出てこないかったんですよね。何がこれあるやろうと思うぐらい結構良かったりするので、まあ、その辺のお話をしていくという感じになるので、いつも通り話していきたいなと思います。ではですね特徴一つ目いきたいなというふうに思うんですけど、こちらがですね僕買い手のまず一つ目の理由になったのがですね、もう何って言ったらもうポーラテックであるってことなんですね。でもポーラテックっていうとですねやっぱフリースの中でのまあ言うたら一番トップオブトップみたいなものになってて、まあポーラテックよくわからない方がいらっしゃったらですね、わかりやすく言うと、まあ、カレーといえばどこですかってなってくると、まあココイチじゃないですか。でじゃあハンバーグってどこですかっていう話になったらびっくりドンキーになるじゃないですか。でじゃあハンバーガーになったどこですかって言ったら、まあマクドナルドになるじゃないですか。でももしかしたらですねこれを見ていただいてる方のちょっと高級思想な方はですね、いやいやいやうちはマクド行きませんと、うちに関してはモスバーガーに行くんだよという方もいらっしゃるかもしれないですけど、まあ大多数はハンバーガーでしょうということになって、じゃあフリースといえばどこですかって言ったらポーラテックになるんですね。まあ、それぐらい、あなるほど、定番的な代名詞的な感じなんやねっていうふうに、まあ、思ってもらったら分かりやすいんですけど、まあ、どういった特徴があるかっていうとですね、まずこれはよく言われるのが毛玉になりにくかってあったかくて軽い、もう一番いいとこしかないんですね。だから他のフリースとかに比べて、まあ、いろんなフリースねブランド出してると思うんですけど、まあ、そういうところよりもより毛玉になりにくいし暖かさもあるし軽いんだよということになってて、もちろんそれをポーラテックを使うことで値段がちょっと上がったりとかするので、まあ、それがですね、まあ、いいっていう方も良くないっていう方もいらっしゃったりするんですけど、まあでもこれは安心できる一つかなというところで、まあ、まずマウンテンイクイプメントはてと思ったし、うんと思ったけど、まあ、まあイギリス、ポーラテック、ああ買いますみたいな感じで、まあ、購入したっていう感じになってるので、まあ、僕にとってポーラテックはめちゃくちゃでかかったんですけど、まあ、そういった、生地を採用してるっていうのがまず一つ目の特徴になるんかなというふうに思います。で二つ目がですねポケットがあるんですね。こういったクルーネックの普通のまあ言うたらなんていうんですかねセーターっぽい感じのってあんまりこういうところにポケットないと思うんですよ。でこれはポケットついててちゃんとジップについてるんですね。でこのジップがあることによって、まあ、ちょっとしたものなんか入れても落とさないですよっていう風になってたり、これが実はつながってるんですよ。まあ、なのでちょっと長い棒とか購入した際はですねここに通してもらって持ち歩いたりすることも可能であるということになってるんですが、これがですね一応中身がメッシュになってるんですよね。だからメッシュになってるので、まあ、ちょっとこの辺はあんまりポケットに入れることを想定されてはないかなという感じで思いますね。まあ、飾りデザインでもあるけども一応入れることもできるような感じになってるんかなというところで、あと後ろは特に別に何もないというような感じになってますね。で
一つロゴがあるんですけど、まあ、これロゴがですねマウンテンエクイプメントのマークとあとイギリスのユニオンジャックのマークが入ってるっていうのが袖口にちょっとワンポイントあるんですが、それ以外はポケットとこれのみということになってます。で次がですねこれ触り心地がめちゃくちゃいいんですね。で触り心地がいいのって、まあ、着てて分からへんやんっていう感じだと思うんですけど、やっぱ触り心地がいいのっていうのはですね、まあ、特にこのよく見ていただいている男性の方だと思うんですけど、女性とデートが行くじゃないですか。で女子ってちょっと気になることがあったり気になる人がおったりしたらちょっとボディタッチがあるよみたいな感じの、まあ、よくあの本とかに書いてあるんじゃないですか。でそう言ってボディタッチがもしあるってなった時に、まあ、ちょっとガシガシのセーター着ててちょっとこう古着っぽいのはなーってなったりとかすると思うんですけど、こういった柔らかいのやったらあもう触りたいですってなってくるじゃないですか。ほんならまあちょっとこう実る行為がもうちょっと早く実りやすくなったりするんかなとかって思ったりするし、でそれ以外にはですねこれ実は裏生地もいいんですよね。で裏地も同じようにこの表と同じような感じのフリースが使われているので、ただただ外だけが気持ちいいわけじゃなくて、例えばこういった半袖の上に着ることでこの出てる部分がふわふわと当たるんですよ。だからこれは意外とねあの着心地もいいし触り心地もいいっていうのは、まあ、着てる自分もいいねんけどもその周りの女子たちもいいんちゃうかなというふうに思ったりするので、あんまり、まあ、僕個人的には男子には触ってほしくないから男子との飲み会には着ていかへんけども、例えば飲み会にちょっと可愛い子がいてるよと、ほんならちょっと今日はこれ着ていきましょうということで、まあ、あのもうこれを着用して多分近くに座るんじゃないかなというところが、まあ、特徴になってるかなと思います。で次がですね、まあ、こういった冬場の素材のアイテムって結構多いんですけど、洗うのがちょっと取り扱いがめんどくさいやつとかって結構あったりするんですよね。それこそウールのアイテムとかっていうのって、まあ、ニットとか多いと思うんですけど、あの手洗いしかできひんかったりするし、そもそも手洗いしてもちょっと肩崩れたりするっていうのが僕あんま好きじゃなくて、ウールのアイテムってあんま今まで買ってないんですよね。で洋服って最初例えば店員さんとかと決めたりする時とかってその場で似合ってればいいだけじゃないじゃないですか。あの購入してから買って洗濯もするわけで、まあ、もちろん店員さんってその場だけのパターンの方が多いけど、着る僕らって着た後に洗うし干すしみたいな感じで、で畳むしみたいな感じになってくるじゃないですか。まあ、そんな時にこう洗濯がしづらいっていうのはちょっとどうなんかなって、まあ、ちょっと主婦みたいなこと言ってるんですけど、まあ、そういう風に思ったりするので、僕は結構ウールのアイテムとか嫌なんですよね。だけどこれに関してはフリースってポリエステルなんで、もう全然ガンガン洗濯機で洗えるんですよ。だからわざわざ手洗いしやなあかんとかもないし、もうとりあえずネットに掘り込んであの洗濯機回しといたらええわみたいな感じになってるので、まあ、取り扱いが楽というところも、まあ、これは結構いいんちゃうかなというふうに思います。まあそういうのがあんま気にならへんよっていう方は別に手洗いされたらいいと思うんですけど、まあ、僕に関しては結構そういうのがめんどくさいので、もうネットに入れて洗濯機に掘り込めるで乾燥もかけれるっていうのはもうめちゃくちゃいいんちゃうかなというところで、特徴になってます。で次はですねデメリットは何なんかっていうことなんですけど、これ結構考えたんですよね。それこそ取り扱い楽じゃないですか。ほんで触り心地もいいじゃないですか。で温かさもあるってなったりしたら結構ちょっと難しいなみたいな、何がデメリットになってくるのかなっていろいろ考えたりしたんですけど、まあ唯一のデメリットとしては、まあ、これはフリースやからっていうところになってくるのかなと思うんですけど、これがですねやっぱりフリースの素材感ってこうパッと見た感じからどうしても秋冬感が出ると思うんですよね。だから着れる時期っていうのがちょっと短いんですよ。でそれが唯一のデメリットかなと思うんですけど、例えばニットって言ってもこういうコットンのニットとか使ってるのであれば、それこそ秋冬春って3シーズン着れるじゃないですか。だけど、まあ、ウールのやつもそうやし、こういったフリースのやつもそうなんですけど、春ってあんまりフリースとか着る感じじゃないと思うので、まあ、そう考えると着れる時期っていうのはちょっとギュッと短くなってくるんかなと思いますので、まあ、秋口もしくはまあ冬ぐらいまでがまあ着用できるシーズンなんで、ちょっと着れる時期がちょっと短いっていうところは、まあ、デメリットになってくるんかなというのが唯一のデメリットちゃうかなと思います。はい、まあ、他はもしかしたらあるかもしれませんが、僕は個人的にそれぐらいかなと思います。はい、なので、次はおすすめの人に行きたいんですけども、じゃあおすすめの人がどういう人だかっていうとですね、まあ言ったらですねさっきみたいにやっぱ触り心地着心地っていうのを求めてはる方、別に服は見た目さえ良ければそれでいいねんっていう方は全然必要ないと思うんですけど、まあ見た目も大事やけどやっぱり着心地も大事やし機能性も大事やよっていう人なんかにはもうそれ全部が備わってるので、もう迷わずにちょっとこうジャケットの中マウンテンパーカー何着たらいいんですか、はいマウンテンエクイプメント、じゃあダウンベストの中何着たいんですか、はいマウンテンエクイプメント、コーチジャケットの中に何着たいんですか、はいマウンテンエクイプメント、もう全部がマウンテンエクイプメントの、これマウンテンエクイプメントなんていう商品やったっけな、それハイロフトセーターってなんですか、ハイロフトセーターがいいですよっておすすめできるぐらい良かったりするので、これちなみにね去年も出てるみたいなんですけど、去年のモデルはねこのフリースじゃなくてそのタオル生地やったみたいなんですよ、パイル地っていうちょっとまた違う方らしいんですけど、今年からどうやらこの素材になってるので、まあ、これは結構素材が気に入ればありじゃないかなというふうに思います。でまあそれでいて取り扱いも楽なので
ので、まあ、そんなになんか神経質になる部分というのがあんまりないんかなというところで、まあ、おすすめになってくるんかなというところにはなりますね、はい。まあ、形が普通のクルーネックじゃないですか。首元までちゃんと詰まってて袖がギュッてリブがついてるってめちゃくちゃ普通やから、まあ、そんなに形からして似合わへん人っていてないと思うので、まあ、何、まあ、おすすめの人って言われると人っていうよりかは、まあ、そういう考え方の人、見た目も大事やけど着心地も大事で、機能性保温性とかっていうのも大事にしたいっていう方なんかにはいいんちゃうかなと思います。確か値段がこれいくらやったかな、15,800円の消費税なんで、まあ、2万円切るぐらいっていう感じで、普通にウールのセーターとかも結構ええ値段するじゃないですか今やったら。でもそれ考えたらウールのセーター買うのもいいんですけど、まあ、こっちのが取り扱いとしてはちょっと楽になってくるんかなというふうに思います。もちろんウールはね、ウールで良さもあったりはすると思うんで、まあ、いずれ僕もウールのセーターとか紹介しようかなと思うんですけど、まあ、今回に関してはそういった取り扱いが楽な方がいい人にはこれがおすすめかなと思いますということになっているので、まあ、最後はサイズ感に行きたいなと思うんですけど、僕は178-65になってて、それで着用がですね L サイズを着用してるんですね。でサイズ感としてはあんまりそのノースフェイスとかと変わらへんかなみたいな感じで、そのパタゴニアとかみたいにこう海外規格みたいな感じじゃなくて、まあ、ちょっとこう、まあ、日本っぽいサイズ感で着れるんかなというところになっているので、今回 L サイズを着用してるということで、最後は着用動画見てもらって終わりたいなというふうに思います。ということで本日はですね、こちらの、ハイロフトセーターを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。Could break us, but oh, how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out.